登場してくれ。あと2着。次の手イベントになっておりますので、今、カブトムシ相撲大会の受付も始まっていると思いますので、ぜひカブトムシ相撲大会の方にも、こぞってご参加よろしくお願いします。大ちゃん、雨天決行で9時から16時までの予定で、真庭崎河川敷、総月橋付近で開催させていただきます。昨年は3代目鍋太郎、直径 6.5m の日本一の大鍋がデビューいたしました。またギネス世界記録ということで、8時間で、最も多くのスープを提供したというテーマで、見事ギネスの認定をなんとかいただくことができました。今年の目玉はですね、